面白くなくってこうワーワーやってる子を多動といい、で先生の話を聞いてもなーもリアクション子を自閉といい、もうほぼ軍隊に近いような教育の仕方をしてて、僕が保育士になった頃って年に一度県の研修っていうのがあって、みんな受けに行かないかんじゃけど、その最初の頃はね、障害のある子っていう場合は本当に障害のある子、目に見えて障害のある子ね、こうであったりとか、その言葉が出なかったりとか、なんか本当にもう目に見える障害のある子のことの勉強会があったんだけども、 3.11 10年前ぐらいから発達障害の研修しかなくなっちゃって、で障害のある子って書いてあるけど全部発達障害のことなの。でも俺相当数の子供たちと父ちゃん母ちゃんたちとも会ってきたけど、本当の発達障害って見たことなくって、この子は発達障害ですよって言われてる子供たちとたくさん会ったけど、全然どこが発達障害で、人からそういう発達障害っていうラベルを貼られちゃったから、その子を見る時もお父さんお母さんたちもこの子は発達障害だからっていうフィルターを通してしか見ないから、彼らは触ってほしいとこに触ってくれない、うわーっと暴れる、怒ってほしい、うん、でもこの子は発達障害でもうどうしても言うこと聞かないから仕方ないんですって言って、その子のを怒ってくれない、でさらにエスカレートしていく、もうそういう、もう多動って言われてる子はそういう子が多くって、で自閉って言われてる子は自分の遊びを認められてない子が、公園に行きましたってでみんなで遊びましょうって言って、でその子は砂場でも滑り台でもブランコでもなくて公園の隅でずーっと月を掘って、おめでとう、うん、ずーっと一人でずーっとほじってる、でそれを見たお母さんがなんで公園まで来たのにそんなつまらないことしようとっていう、自分のやってることを否定されてることにずっとそうやられちゃった。保育園でもそうやった、今日公園に来たのにどうしてみんなと一緒に遊ばないのみたいな、仲良くする子がいい子だから、でその子がその子を味わう時間を奪われて、その子が自分を発揮できなくしちゃったのがこの大人がいないから、でテクテクにはその大人がいるから彼らはそれを発散しこう満たしてって、でそういう意味では穏やかな、うん、一つも静かじゃないけど穏やかな、この、うん、生き生きとしたというか、こうなんかな、曇りのない、うん、そんな、あ、そう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 、飾ってないのがなんかこう子供らしいっていろんな言い方があるけど、なんか飾ってないっていうのが一番ね子供なんじゃないかと思って、俺たちはほら大人だから本音とか建前とか社会性とかなんか肩書きとかいろんなこと気にせんと喋れんけど、でも子供そんなのないもんね、それが子供らしいっていうことなんだと思うんだよね、それぞれの子供らしさがあるんやけどさ、で今それができるのは石川県はここしかないけんね、あと九州の福岡の糸島と熊本とにしかないけ、まあ東京でも名古屋でも月に一度やらせてもらってるから、少しずつそういう流れっていうのはできてくるとは思うけどね、あとは自分の中にフィルターをかけないことね、うん、昨日から顔の表情が豊かになったけほっとしてる、うん、初日笑えなかったし
昨日の朝なんてもうどんよりやったけどね、はあ、またやがってまたこのパターンようになっとったけどね、うん、だけどどっちかっつうと子供はこう僕たちの影だから、僕たちがフィルターをかけた分、うん、僕たちが頭で考えた分、うん、子供たちは自分を見失っていく、うん、こんな本もあるんだ。明日もね、ちょっと金沢の保育園に行ってこの話をしに行くんだけどね。美味しい、そうし、美味しい、美味しい、やっぱりみんなここに来るの、大人の読み聞かせの時間。子豚の気持ちも分かってよ。作小泉よしひろ。子豚の気持ちも分かってよ。ママはいつも早く歩きなさいと言う。僕は犬のことや花のことや町のことをもっとゆっくり見ていたいのに。毛虫を家へ連れて帰ったらママがとても怒った。カブトムシを連れて帰っても怒られないのに。僕は毛虫もカブトムシも好きなのに。いじめられたことをパパに話したらもっと強くなれって言った。なんか強くなれるほど強かったら、いや、なんか僕はいじめられていないよ。早く考えるのは得意じゃない。パパやママや先生にはわからないことってないんだろうか。子供はみんなサッカーが好きなんだって勝手に決めてる先生がいる。今日逆上がりができたんだよ。ママは忙しくて聞いてくれない。今日逆上がりができたのに。大切なおもちゃを壊されて僕は怒った。あなたの方がお兄ちゃんなんだから我慢しなさいってママは僕に怒った。怒った気持ちは僕の中に閉じ込められる。僕は気持ちを吐き出せない。大きな声で泣き始めた途端に泣くなって大きな声で怒られた。悲しい気持ちは僕の中に閉じ込められる。僕は悲しみを吐き出せない。自分の気持ちをうまく話せない。お腹が痛い。またパパとママが喧嘩している。僕のせいかな。僕は怖くて黙ってる。僕いい子になるよ。だからそんなに怒らないで。いい子になれば怒られないよね。疲れちゃう。パパにも
ママにも怒られたら僕はどこに行けばいいの？子豚の気持ちも分かってよ。という絵本で、その子のまんまでいいと思ってきては言いながら、子どもの気持ちをどっかで私たちの常識や良識、私たちの好みにこう押し込めようといつの間にかしている、うん、その現れる言葉が無意識のうちに出ている、なんなんしなさい、うん、おいしいよ、喧嘩した、ごめんなさいは、ごめんなさいって言ってるから、ほらいいよは、何かいただいた、まあ嬉しい、ありがとうは、気持ちの押し付けを言葉として伝えようとして、しつけとして伝えようとしてその言葉を使うっていう気持ちはよくわかるんだけども、子どもたちには子どもたちは真似で育っていくんで、お母さんやお父さんがありがとうの気持ちを、本当にありがとうございますという気持ちを伝えることを見てもらう、うん、ここも見させるとか見せるではなくて、私たちが自然でなければいけない。よくほらお中元とかもらって、もらってまたそうめんやったって、まあ、ありがとうございます、いつも気遣っていただいた、いただいてってありがとうございますって、じゃあまた失礼しますって玄関閉めたらまたそうめんやったね。で、子供が見てるのはこっちを見てる、だから子供に見せちゃいけないものはなくて、うん、より自分の気持ちを素直に、うん、言える大人がそばにいることの方が大事なんじゃないかなと思って、うん、そこが今すごく減ってて、なんかこういい子に成績が取れるように、人に迷惑かけないように、喧嘩しないように、虫を殺さないように、命は大切だから虫は殺したダメって言うけど、命の大切さは虫を殺さないとつかめないんですよ。ちっちゃい頃の脳みそって弱肉強食なんで、でもこういつか自分が、今黒崎の子供たちがトカゲをガンガン飼ってるんですけど、その可愛がってるトカゲが動かなくなっちゃった時に、本当の命の大切さみたいなのものが経験と言葉としてボンって入ると。で、僕たちは既成概念や自分たちの経験で覚えてきたことなんやけども、それを私たちが経験してる、知ってるからといって、知識と一緒よね、知ってるからといって、ちっちゃい子たちに自分で体験して味わえないとつかめない実感みたいなものを、私たちが経験値で取り除いちゃってる、うん、ほらお花が綺麗よ、あ、蝶々が可愛いわね、わねはいらん、うん、綺麗よもいらん、わあお花が綺麗、ママこのお花の色大好き、うん、っていうお母さんの気持ちをバンバン出すこと、うん、そこにちょこっとだけ意識を持っていくと、子供たちももっと伸び伸び、ちょっと伸び伸びしすぎですけどね。もう来たと、お前、それだけでね、子供って本当に変わるけど。
うん、嫌なものは嫌って言わなきゃ。ソーシー見て、お化けがいる。誰あれ、お化けがいる。よし、そこでうろうろするなら出ておいで。お化けがいた。お布団畳んだ。